FC 岐阜の野田恭平です。被災地の皆様にはお見舞い申し上げます。まだまだ、厳しい日が、続いていますが、僕らは、自分たちがサッカーを全力でプレーすることで勇気を与えられたらと思います。また、その他の活動でも、できる限りのことをやっていきたいと思いますので、ぜひ、これからも頑張ってほしいと思います。小さなことでも何か一つできること、そういったことから始めて、少しでも被災地の皆さんの力になれるような動きをできるように、皆さんで力を合わせてやっていきましょう。クラブとしてもこのまま引き続き被災地への支援を続けていきたいと思います。なかなか勝てない試合が続いていますが、これから上位進出のために一つ一つの試合を、大事に戦い、そして、必ずまた、上位進出のきっかけをつかめるように、まず一つ一つの、試合を大事に戦っていきたいと思います。